はい、どうもこんにちは、ラルドチャンネルのラルドです。ご視聴いただきありがとうございます。さあ、今回もですね、フライタイング楽しんでいきたいと思います。そして今回はですね、ワカサギを模したゾンカーストリーマーを巻いていきたいと思います。これからの秋冬シーズンはですね、湖での釣行がメインになる方もいるかと思います。そんな中ですね、やはりワカサギというのは外せないパターンになるのではないでしょうか。というわけで早速巻いていきたいと思います。それではワカサギゾンカーストリーマーのマテリアルを紹介します。フックは TMC300、 サイズは8番、スレッドはユニスレッド60、カラーはライトケイヒル、テールはマラブー、カラーはパール、ボディにはマイラーチューブ、カラーはシルバーを使用しています。ウイングにはゾンカーストリップの 2.5 ミリ幅、カラーはスカルピンオリーブ、ダンベルアイにはグルービーツインアイの S サイズ、カラーはブラックを使用しています。まずはスレッドでシャンク全体に下巻きをします。下巻きができたら余ったスレッドをカット。次にテール材のマラブーを取り付けます。テール材と言いましてもですね、ワカサギは体の長い魚になりますので、実際にはワカサギのボディの部分をイミテートしたマテリアルになります。マラブーの絡み防止にマラブーとフックの間に一度スレッドを通しておきます。余ったマラブーをカットしておきます。次にマイラーチューブを通します。余分のマイラーチューブはカットしておきます。そしてフックの後方側のマイラーチューブ端をスレッドで固定していきます。そしてゾンカーストリップを取り付けていきます。ゾンカーストリップの長さはアイの手前からテール材のマラブーを超えるぐらいの長さにしておきます。ちなみにマラブーはシャンクの 1.5 倍程度の長さにしてあります。そしてゾンカーストリップは
少し濡らしてやると扱いやすくなります。スレッドでゾンカストリップを固定します。そしてウィップフィニッシャーでウィップフィニッシュをするのですが、マイラーチューブが長すぎると邪魔になりますので、ギリギリまでカットしておきます。ウィップフィニッシュをします。余ったスレッドをカット。次にマイラーチューブをトリムしてアイを露出させます。スレッドを巻きつけます。余ったスレッドをカット。今度はアイ側のマイラーチューブの先端をスレッドで巻き留めていきます。そしてゾンカーストリップの先端側も一緒に巻き込んでいきます。次にダンベルアイをアイの手前に巻き留めていきます。そして最後にもう一度ウィップフィニッシュをして仕上げます。余ったスレッドをカット。ヘッドセメントをつけたら完成です。そして湿らせるとこんな感じのシルエットになります。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、ワカサギを模したゾンカーストリーマーを巻いてみました。
湖はもちろん管理釣り場でも非常に有効なパターンになりますので、皆さんもぜひ巻いてみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ラロドチャンネル、これからも応援しているようだとか、今度の聴講が楽しみになってきた、フライタイミングがしたくなってきたと思っていただけましたら、高評価のグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またブログやツイッターもやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた会いましょう。バイバイ。